はい、修華堂の田中です。ですね、この今日、今やってる昔々あるところにの展覧会の中で、作家さんを紹介していきます。ここにあるのはですね、ディーチンですね。ディーチンは中国の作家です。で、勉強の、中国でかなり優秀な美術大学を出てですね、その後台湾でも学んで、そして今日本に住んでいます。とっても日本のことが好きで憧れて、日本で作画活動をしている、作家ですね。中国でものすごい大人気なんですが、とにかく日本で、活動をしたいということで、私どもで引き受けたような形の作家です。そしてこのディーチンの、作品は非常に着想力とか技術力が非常に素晴らしいんですけれども、今回はこの、展覧会に2つの作品、小さい作品、ものすごい小さい作品ですね、を出してくれてます。1つはですね、この星の王子様の題材した作品ですね。この星の王子様の作品って、これシンプルな作品で、王冠が乗っていて花とダイヤモンドが上にかかってるんですけれども、このダイヤモンドの描写がすごく面白いですよね。近くに、寄っていくと、ダイヤモンドは実は非常にある意味ラフに描いてあるんですけれども、ちょっと遠くに離れると非常にダイヤモンドの輝きが輝いて見えるっていう、その目のトリックをうまく使っています。こういう技術を使えるっていうのもこの作家の面白いところで、一つ一つの小物になんか非常に生命が宿っている、鳥だとか、イチゴだとか、魚とか、いろんなものを描くんですけども、どれも、何か生き生きしてるんですよね。この作家さんの一つの見どころだと思います。でこちらの作品はなんか、ウニがなんか地上にいるみたいですけど、これウニじゃないんです。これ三国の、から撮ったものだそうで、彼女はなんか日本の長野地獄谷っていうのは地獄ありますよね。でその温泉でこう着想を得てですね、孫悟空はもともと猿がたくさんいる世界から、一人、優秀な猿がピックアップされて、孫悟空としてデビューするんですけど、その山の中にいる猿さんたちが、温泉に浸かってるっていう場面を想像して、これを孫悟空の作品の一場面として、着想したそうです。これは漫画的なこの表現と中国の東亜の伝統的な表現と、なんかどっかユーモラスな絵本的表現が混じり合って、とてもユニークな作品になってますね。はい、ということで、日本ではね、まだなかなかちょっとコロナの影響でなかなか我々も大きな仕掛けができなくてですね、まだ大きく知られてない作家ですけれども、とても実力のある作家なので、ぜひ日本の皆さんにも知っていただけたらなと思っています。はい、以上です。